ハリー・マクニッシュは、1914年から1917年に、アーネスト・シャクルトンが率いた帝国、南極横断探検隊で大工だった。遠征1000円デュアランスが、ウェッテル海で氷に閉ざされ破壊された後、隊員の生き残りのために必要となった行動で、活躍した。小さな救命ボートであるジェームズ・ケアード号を改造し、シャクルトンとマクニッシュを含む6人が乗って、南極海の 約800回里を航海し、助けを呼びに行った。この遠征後は、商船海軍に戻り、最後は、ウェリントンのドックで働いた。健康が悪化したために引退し、ウェリントンのお披露事前ホームで貧窮のうちに死去した。ハリー・マクニッシュ、ニックネームはジッピーは、1874年に、スコットランドのレンフルシャー、ポートグラス号で現在は、 図書館になっている場所の近く、元のライオンズレーンで生まれた。父は、ジョン・マクニッシュ。母は、メアリー・ジェーンであり、その11人子供では3番目だった。父は、靴職人だった。マクニッシュは、社会主義の強い見解を持ち、連合自由スコットランド協会の会員であり、悪い言葉を嫌った。マクニッシュは3度結婚した。1895年に、 ジェシー・スミスと結婚したが、ジェシーは1898年に死んだ。同年、エレン・ティモシーと結婚したが、エレンも1904年12月に死んだ。最後は1907年に結婚したリジー・リトル・ジョンだった。マクニッシュの名前の綴りについてはいくらか混乱がある。マクニッシュ、マクニッシュ、さらにアレクサンダー・マクリンの遠征日記では、マクニッシュとなっている。マクニッシュは、 遠征に関するシャクルトンやフランクワースリーの証言で使われており、墓石にもそうなっているが、マクニッシュも広く使われており、正しいように見える。遠征隊の写真で署名があるものを見ると、エッチマクニッシュと見えるが、その綴りは外して得意なものであり、遠征を通じてつけていた日記にも現れている。マクニッシュのニックネームについても問題がある。チッピーは、 伝統的に船大工に対するニックネームであり、チッピーもチップスも使われている。帝国南極横断探検隊の目的は、世界で初めて南極大陸を横断することだった。マクニッシュはシャクルトンの遠征用広告に引き付けられた。ただし広告が出ていたのかについて疑いがある。広告文は次のようだった。元無断子、危険な旅。ビビタル報酬、極寒。 完全な暗黒の長い日々、不段の危険、安全な帰還の保障なし。成功の際には名誉と知名度を手にする。アーネスト・シャクルトン・エンデュアランスの船内で散髪をする隊員。マクニッシュは左で頭を刈っている氷に囚われたエンデュアランス。マクニッシュは浸水を防いだが、潰されるのまでは止められなかった。遠征に出た時のマクニッシュは40歳であり、隊員の中では年長だった。 ただし、シャクルトンが7ヶ月年上だった。マクニッシュは、字が悪く、足はリウマチを患っていた。幾分奇妙で洗練されていないと見られたが、大工として、大いに尊敬されてもおり、エンデュアランスの船長フランクワースリーが、素晴らしい船大工だと言っていた。しかし、パイプタバコを吸う、このスコットランド人は、シャクルトンが、絶対的な信頼を寄せてはいない乗組員では、 唯一の男だった。マクニッシュのスコットランドのあまりは、擦り切れた、ケーブルワイヤーのようなガラガラ声だった。ブエノスアイレスから南極に向けた、航海の最初の段階で、マクニッシュは、多くの提携業務で忙しくしていた。平底ディンギーのナンシーエンデュアランスで働き、シャクルトンのために、小さな生理ダンスを作り、生物学者、ロバート・クラークのために標本棚を作り、気象学者、 レナード・ハッシーのためには、装置入れを作り、総出しを保護するために巻き上げスクリーンを設置した。補助甲板を作って、千尾楼甲板から海図室まで伸ばし、船に積んでいた予備石炭を覆った。船の床屋としても活動した。船がウェッテル海の総表に突っ込んだ時、次第に航行が難しくなっていった。マクニッシュは、船橋に6フィートの木製信号機を作って、 公開士が総ダッシュに指示を送れるようにし、船尾には小さなステージを作って、プロペラが厚い氷に捕まらないよう監視することを可能にした。船が総評に捕まってしまった時、マクニッシュの任務は間に合わせの家を作ることまで拡大され、船がもう助からないことが明らかになると、氷の上の旅に使うソリを海でも使えるように改良した。 乗組員が食事をとる部屋や眠ることのできる小部屋も作った。マクニッシュは三等公海士のアルフレッド・チーザムと共にセーラーズレストを共有していた。乗組員の助けを借りて上甲板に犬小屋を建てた。エンデュアランスが動けなくなり、乗組員が氷の上で過ごすようになると、マクニッシュがゴールポストを立て、サッカーが隊員の日常行事になった。 夜の時間を過ごすために、マクニッシュは、フランク・ワイルド、トム・クリーン、ジェームズ・マキルロイ、ワースリー、シャクルトンと士官室でポーカーをした。氷の圧力のために、エンデュアランスが氷に飲まれ始めた。船への浸水を防ぐために加工遺跡を作り、毛布のきれいで隙間を埋め、継手の上に帯を釘付けした。この作業をしている時に凍るような水に腰まで使って、何時間も経っていた。 氷の圧力で船が潰れるのを防ぐことはできなかったが、いつ対策をやめるべきかは経験で分かった。船が破壊されてしまうと、ザリッツであったものから物資を救い出す任務を行った。マクニッシュがその仕事に取りかかってから、甲板を開けて大量の物資を取り出すまでに数時間もかからなかった。マクニッシュの猫、ミセズチッピー、船が壊された後は、 殺すしかなかった氷の上で乗組員がキャンプしている間にマクニッシュが見張り当番に立った時氷の一部が割れていき次の当番のものが素早くマクニッシュに紐を投げて安全なところまで飛び戻ることができるようにしたのでやっとのことで救われたことがあったシャクルトンは翌日氷の別の裂け目が現れた後でマクニッシュが過労じて救われたと静かに語っていたと報告していた マクニッシュが船に連れてきていた猫のミセズチッピーはエンデュアランスが失われた後でその後の厳しい条件を生き残れないことが明らかだったので銃で殺すしかなかった。その命令を出したシャクルトンをマクニッシュが許したことはなかった。マクニッシュは船の破片からより小さな船を建造することを提案したがその提案は却下されその代わりにシャクルトンが 船の救命棒と三隻を引っ張って、開けた海まで向かうことに決めた。マクニッシュは、航海が始まる、ほぼ直前から地とホームシックを患っており、船が失われてしまうと、その不満が大きくなった。同じテントで寝る隊員の言葉を標的にして、その日記で刷け口を見つけていた。私は、小船でも蒸気船でも、あらゆる種類の人々と同船してきたが、この隊のようなものはいなかった。 汚い言葉が親害の表現として使われ、しかも、それが受け入れられている。マクニッシュは、氷の上をそりを引いて歩く、大きな苦痛の中で、ハーネスを引く自分の順番を拒否して、フランクワースリーに抗議することで、簡潔に反乱を起こした。エンデュアランスが破壊されて以来、乗組員が、もはや命令に従う義務はなかった。この問題をシャクルトンが、どう処理したかについては、 様々な証言がある。ある者はマクニッシュを射殺すると脅したと言っており、またある者はシャクルトンが船の契約書を読み上げ、港に着くまで乗組員はその義務の下にあることを明確にしたと言っている。マクニッシュの主張は通常なら正しかった。船が失われた時に主人に対する任務は通常なくなるが、エンデュアランスのために乗組員が署名した契約書には戦場、 ボートあるいは陸上でも主人あるいは選手の指示に従って任務を遂行するという特別条項があった。これを抜きにしてもマクニッシュには従うしか実際的選択肢がなかった。一人だけでは生存できず命令に従わなければ他の隊員と共に居続けることもできなかった。最終的にシャクルトンはボートを引くという試みが誤りだったと判断し唯一の解決法は 氷が溶けて、海が明けるのを待つということになった。物資が不足し始め、隊員は飢えるようになった。マクニッシュはタバコを吸って、上えの苦しみを和らげるようにしており、犬たちを撃ち殺すのは恐ろしく悲しいことだと考えたが、その肉がごちそうだ。アザラシの肉を食べてから長く経って、それは大きなごちそうだと言って、肉を食べれば幸福だろうと記録していた。 隊員のキャンプしていた氷が、総評の外れ近くになってきた時に、シャクルトンは3隻の救命ボート、ジェームズ・ケアード号、スタイコーム、ウィルズ号、ダドリード・ドッカー号でまずエレファント島に向かうと判断した。マクニッシュは開けた海で長く航海できるように、ボートに最善の準備をしていた。両弦に板を追加して、還元を高くするようにしていた。 エレファント島までの海上の旅でマクニッシュは、シャクルトンやフランクワイルドと共に、ジェームズ・ケアード号に乗船した。島に近づくと、24時間ぶっ通しで舵を握っていたワイルドが倒れそうになり、シャクルトンがマクニッシュにワイルドの代わりをするよう命令した。マクニッシュ自身も体調が良くはなかった。その恐ろしい状態にもかかわらず1時間半後には眠ってしまった。ボートが揺れて、 大波がマクニッシュをびしょ濡れにした。これで目を覚まさせるには十分だったが、シャクルトンはマクニッシュがあまりに疲れているのを見て取り、他の者との交代を命じた。隊員全員がエレファント島に達した後、シャクルトンは小さな隊を編成してサウスジョージア島まで行くことに決めた。そこならば捕鯨船の乗組員を見つけて、隊員の残りを助けに来るのを手伝ってくれる。 可能性があると見ていた。マクニッシュはシャクルトンからジェームズ・ケアード号を長い、後悔に耐える、要改良することを要求され、かつその乗組員になるよう要求された。シャクルトンはマクニッシュを他の隊員とともに後に乗、マクニッシュにしてみれば同行できて幸福に思えた。マクニッシュはエレファント島をいいように思えず、そこでどうする隊員に生き残れるチャンスが少ないように思えた。 このわびしい島で晴れる日が多いとは思えない。ここで冬を過ごさなければならないとすれば、生存者が多いとは思えない。ジェームズ・ケアード号が、エレファント島からサウスジョージア島までたどった経路。緑は、エレファント島に至るまでの経路を巻くシュは、スタイコーム、ウィルズ号のマストを使って、ジェームズ・ケアード号の流骨を強化し、 低長22.5フィートのボートを約800里の航海に耐えられるように作り変えた。アザラシの血と小麦粉を混ぜて漏れ止めにし、包装ケースやソリの刃から木や釘を取り、間に合わせの枠構造を作ってその上をるのでおった。シャクルトンは道中で起こる可能性の強い現象にボートが耐えられるかを心配し、外観については丈夫に見えるようになっただけだった。しかし後には、 それがなければ隊員が生き残れなかったであろうことを認めた。ボートを浸水させるときに、マクニッシュとジョン・ビンセントが、甲板から海に投げ入れられた。水浸しだったが、どちらも無傷であり、ジェームズ・ケアード号で出発する前に、エレファント島の隊員と衣服を何とか交換することができた。ボートの上の雰囲気は快活であり、マクニッシュは1916年4月24日の、 日記に次のように記していた。我々は仲間に、さよならを言った。サウスジョージア島まで助けを求めて870回りの旅に出た。我々は広い海でずぶ濡れだったが、すべてがハッピーだった。しかしその雰囲気は長く続かなかった。この旅の間の小さな船の上の状態は恐ろしいものであり、乗組員は常に濡れて寒かった。マクニッシュは、 シャクルトンが苦境に耐える能力に感心していた。もっと若いヴィンセントが疲れと寒さで倒れていた。6人の隊員が2組に分かれて4時間ずつのウォッチを組んだ。3人がボートを操作している間に他の3人は骨の下に寝て睡眠を取ろうとした。マクニッシュはシャクルトンとクリーンと共にウォッチになった。全員が足の痛みを訴えており。 エレファント島を出てから4日目に、マクニッシュが突然座って、長靴を脱ぎ、足と足が白くむくんでいるのを見せた。それは、残酷足縁の初期の兆候だった。シャクルトンは、マクニッシュの足の状態を見て、全員に長靴を脱ぐよう命じた。ジェームズ・ケアード号の隊員は、エレファント島を出てから15日後の1916年5月10日に、サウスジョージア島に到着した。 彼らは、キング・ホーコン湾の警部工部に上陸した。そこは、島の目的地の反対側だったが、全員が上陸できるのが安息だった。マクニッシュはその日記に次のように記した。私は、丘の頂点まで行って、草の上に寝た。故郷で丘の上に立ち、海を見下ろしていた昔を思い出させた。彼らは食用になるアホードリのヒナとアザラシを見つけたが、小さなボートよりも、 比較的なぐさみが与えられる島にいたとしても、島の反対側のハスビクにある捕鯨基地に行って、エレファント島に残っている隊員の救援を求めることを緊急に必要としていた。マクニッシュとヴィンセントはそれ以上先に進めないことが明らかであり、シャクルトンはひっくり返したジェームズ・ケアード号の下で、ティモシー・マッカーシーに二人の世話を任せ、ワースリーとクリーンと共に、 山越えの危険な旅に出発した。マクニッシュはジェームズ・ケアード号のネジを外し、それを山越え隊員の長靴につけて氷をつかんで歩きやすくできるようにした。また、浜で見つけた流木からあり合わせのソリを作ったが実用にするにはあまりに動きが悪かった。シャクルトンたち3人は1916年5月18日に出発し、マクニッシュを 数百ヤードはついていったが、それ以上はいけなかった。マクニッシュは三人のそれぞれと握手して幸運を祈り、その後シャクルトンがマクニッシュを送り返した。シャクルトンは残る三人の指揮者にマクニッシュを指名し、救援を待つこと、冬の終わりまでに誰も来なければ、島の東海岸までボートで行き着く試みを行うことを言い残した。シャクルトンの隊は山を越えて、ハスビクに到着し、 ホゲ船サムソンでワースリーを送って3人を救出させた。シャクルトンは痩せ衰いたマクニッシュがホゲ基地に到着するのを見た後でマクニッシュにとっては救援がギリギリのタイミングだったことを感じたと記録していた。氷の上での反乱が実際にどのような話であったにしろワースリーもマクニッシュも記録に残る形でこの出来事を残さなかった。シャクルトンは その遠征の記録、南からその話を完全に外しており、その日記の中で、大工以外は、この出来事は船の日誌に残されたが、その記述はジェームズ・ケアード号の航海中に削られていた。シャクルトンはマクニッシュが、気骨と精神を示したことに心を動かされていた。それでも、マクニッシュの名前は、シャクルトンが帰還した時に送った手紙で、 極限メダルを推薦されなかった4人に含まれていた。マクリンはメダル需要を否定するのは不公平だと考え、次のように記した。私はマクニッシュ、ビンセント、ホルネス、スティーブンソンがメダルの対象から外れていることを知って、がっかりした。隊員の誰も、この年寄りの大工より、メダルに値するとは思えない。私はマクニッシュに、 極権メタル需要を保留することは重大な不公平だと、みなすだろう。アレクサンダー・マクリン・マクリンは、シャクルトンの判断が、マクニッシュと敵対関係にあり、南極からシャクルトンと共に戻ってきたワースリーに、影響された可能性があると考えた。スコット極権研究所、ニュージーランド南極協会のメンバー、及びエンデュアランスの著者キャロライン・アレクサンダーは、 シャクルトンがマクニッシュを表彰対象から外したことを批判し、死後でも受賞させるべきという運動が続いている。ウェリントンのカロリー墓地にあるマクニッシュの墓、ニュージーランド南極協会が見せずチッピーの像を追加した。マクニッシュの綴りは、マクニッシュと掘られているマクニッシュは、この遠征後に、商船海軍に戻り、様々な船に乗務した。 ジェームズ・ケアード号の公開中に耐えた状態のために、その骨がずっと痛むとこぼすことが多かった。その痛みのために握手するのを拒むこともあったと言われている。1918年3月2日に、リジ・ー・リトルジョンと離婚しており、その時までに新しいパートナーとなるアグネス・マーティンデールと出会っていた。マクニッシュにはトムという息子がおり、マーティンデールにはナンシーという娘がいた。 ナンシーのことは、マクニッシュの日記に、たびたび記述されているが、マクニッシュは、ナンシーの父ではなかったとみられる。マクニッシュはその人生で、通算23年間海軍で過ごしたが、最後は、ニュージーランドシッピング社で職を確保した。ニュージーランドまで5回旅行した後の1925年に、移住し、その妻と、大工道具すべてを後に残した。 ウェリントンのウォーターフロントで働いていたが、怪我をしてその経歴も終わった。極貧の中で、桟橋の防水布に覆われた上屋で眠り、造船港から毎月集められた募金で生活した。お昼事前ハウスに居場所を見つけたが、健康が悪化を続け、1930年9月24日、ウェリントン病院で死んだ。1930年9月26日に、ウェリントンのカロリ墓地に、 海軍の霊僧で埋葬された。HMS 何ンから12人が霊宝を撃ち、8人が棺を担いだ。しかし、マクニッシュの墓は、その後30年間も、表示のないままとなっていた。1959年5月10日、ニュージーランド南極協会が墓石を建造した。2001年、その墓は掘ったから死で、雑草に囲まれていたと報告されたが、2004年、 ニュージーランド南極協会が墓の外観を整え、マクニッシュが愛した猫の見せずチッピーの等身大銅像が墓の上に置かれた。マクニッシュの孫であるトムは、このことが極権メダルを受けるよりも価値があると考えている。1958年、イギリス南極測量隊がサウスジョージア島のキングホーコン湾に入るところにある小さな島にマクニッシュ島と名付けた。 1998年、イギリス南極地名委員会に提出された、この島は、マクニッシュの出生証明書に従い、マクニッシュ島と改名された。2006年10月18日、マクニッシュの故郷である、ポートグラス号の図書館で、小さな楕円形の壁型名板記念碑が除幕され、その年前半には、クリーノックのマクリーン博物館美術ギャラリーで、マクニッシュを主題にした。 展示会が行われた。マクニッシュの日記は、ニュージーランドのウェイリントンにあるアレクサンダーターンブル、図書館に保管されている。A マクニッシュが生まれた場所についてはマップを参照、B ボートの改良を要求される前であっても、マクニッシュの大工としての技量についてはほとんど疑いがなかった。計測しているのを見られたことがなく、目だけで完璧にこなした。マクリンは、 マクニッシュが行ったすべての仕事が一級品だと言っており、彼を嫌っていたトマス・オードイ・コールリーですら、専門的木製船の男だとしぶしぶ認めていた C ・ミセズ・チッピーは、航海に出た1ヶ月後にオスであることが判明したが、名前はそのままにされた D この資料にある、妻はアグネス・マーティンデールだと考えられる。マーティンデールは、妻ではなく、パートナーだった。 マクニッシュはこの時までに離婚していた。ありがとうございます。